かね、まあまたこれ全然元ブログとは関係ないんだけれど、今これ埼玉県川口市の川口駅の広場なんですよね。なんかねここでねイベントをやってるんですよ。ちょっとね近くに行ってみようかなと思ってね。なんかねこんなのをもらったんですよね。ベーゴマ、ベーゴマなんですよ。ちょっとこれベーゴマ、ここねちょっと行ってみようかなと思ってね。はい、回りました。いやこれすごいですね。またこれすごいですね。すごいです。どうも今川口の上空からね、今これは京浜東北線が通りまして、どうも川口のこれが駅です。これ今ベーゴマ芋の作ってるところって何社ぐらいあるんですか？何社？1社。これが1社ですよね。専門で作っている会社は全国でもそこだけ。別の本業があって、はい、川口に今ご覧になっていただいてよくわかるかもしれませんけどね、鉄道が京浜東北線、武蔵野線とかできてまして、あー惜しいね、すごい。今現在新しい線路ができました。この線路今川写してないですから。はい、お兄さん川写してないから埼玉高速鉄道と言います。これ難しいですよね。この路線の名前は何でしょう？わかる人。埼玉高速鉄道が走ってます。この車の線を埋めました。そんなすごいちっちゃい。この路線の名前、はい、どうぞ。ブラブラしてます。揺れる。すごい乗せにくい。路線の名前、有名な名前が入っていますよ。武蔵野線がありまして、埼玉高速鉄道って会社の、はい、さっきのセリフ僕に言ってくれないんですか？これ今回ってますよ。回してみませんか？あれいいですか？どうぞ。いいですか？はい、これ何、こうやって、はい、持ち方は、はい、どうぞ。つまみます。あ、つまみ、はい、大丈夫大丈夫。次の、ごめんなさい、はい、正面からつまむ、はい、はい、こうつまんだら、つまんだら紐を引っ張るので小指にこう巻いて、あー小指に巻く、はい、はい、はい、あ、できた、あ、いや今とすごいね、これこんなちっちゃいところに。南北線と、お兄さんお上手ですね。ね、すごい。あ、でこれで、はい、で持ったら、持ったらこういう感じね、はい、これでいいんですか？はい、いいですよ、はい、そしたら右足が前です。持ってる手と右足前、はい、で引いた状態から、引いた状態から、引いた状態からまっすぐ出して離したらまっすぐ戻す、はい、やってみます、はい、うわ、ちょっとお嬢さんうまいですね。まっすぐです。低い位置で、なるべくここと近づけて低い位置で、まっすぐ出して離してシュッと。これでいいのかな。はい。そのまま。これで。まっすぐ。持ち方これでいいんですか？そうこうですか？平らに、はい、平らなのが上向いたまんま、この状態のまま離して引っ張って、紐を引っ張ってください。離して引っ張る、はい、あ、これで惜しいね、撮影しながらかなりまた難しいけど、正面からまずこれ捕まえます。捕まえます、はい、じゃあそのまま指に巻きます。巻きつけます、はい、そのまま3本握ります、はい、はい、まっすぐ、まっすぐ、はい、
で伸ばした時にこの平らなのがちゃんと上向いてるように、はい、こう斜めになったりしないように、はいはい、でまっすぐ出して離したらそのまんまの手でまっすぐ引っ張ります。手首はひっくり返さないでください。まっすぐです。こうですか。そうできた。そうですか、はい、おめでとうございます。水平キープですね。そうです。あ、素晴らしい。なんかいつの間にか声、いやすごいね。ちょっとお兄さんお上手ですね。これすごいね、この、はい、しい。いやすごいね。はい、昔はこの川口の鋳物でこのベーゴマたくさんあったんですよね。そうですね、会社が、うん、作る会社が、はい、だんだん時代の流れでなくなってきてますけど、いやどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。川口の大きなお祭りが、はい、川口市のベーゴマでした。はい、はい、ちなみにね、次はちなみにね、本部さんに確認して、ベーゴマのね動画アップロードしていいっておっしゃってくれたんで、一応確認取りました。まあこんな感じですね。はい、以上です。動画以上です。川口市駅前の川口駅前のなんかイベントの様子でございました。風強いな。